分ゴリラの赤ちゃんかわいそうだと思った。リオンちゃんいい。した気分は時に何？どうもこんにちは。小林君大丈夫？驚かすつもりが驚かされてしまいました。いや驚かそうとしないで。あ、すいません驚かせてしまって。こいつなかなかやりますね。こいつとか言わないの。あ、すいません。あ、すいません。あ、大丈夫です。はい、ほら、小林くん、ご用件を。ああ、そうでした。まんまと相手のフェンスに持っていかれるところでした。そうだね。幸せというものをどうお考えですか？
幸せとは他人に分け与えるべきものなのです。しかしどうでしょう、このご時世、自分さえ良ければいい、他人のことはどうでもいい、そんな人で溢れてはいませんか。いませんか。はあ、人に幸せを分け与えるということは同時に自分も幸せになるということなのです。今幸せですか。ハッピーハッピー。私たち決して怪しいものではございません。いきなりなんですけども、ハッピー教ってご存知ですか。ハッピーハッピー、ハッピー教です。ハッピーハッピー。ご存知ないようでしたら軽くご説明の方をさせていただきます。あ、すいません、今時間がないので。え？すいません、お忙しいところ引き止めてしまって。はい、すいません、また来ますね。はい、ありがとうございました。また来ます。はい、お願いします。すいません、お願いします。すいません、お願いします。お姉ちゃん久しぶり。え、かすみ？かすみだよ。え、どうしたの？どうしたのって見ればわかるじゃん。え、わかんない。まあわかんないか。え、どうしたの？まあかすみらしくない。とりあえずドア開けてくれない？あー、ごめん。今日は大学ないの？うん、今日はそういうことにする。学校楽しい？うん、楽しいよ。てか私のことよりかすみはどうしたの？あのさ、しばらく家にいてもいい？え、なんで？実はさ、お父さんと喧嘩して。え、それで？
え、なんでわかんないの？喧嘩したから何？だから家でしたの。え、何やってんの？だってお父さんうるさいんだもん。進路がどうのこうのって。私は私なりにゆっくり考えたいの、わかる？いや、そうだけどさ、何かしなきゃいけないって気持ちで私は何かしたくない。あー、またムカついてきた。お父さん心配してるよ。してないよ、絶対。お母さんは？うん、出ていくんだったら花子のところ行きなって。お母さん、お母さんだけだよ、私を理解してくれるのは。お姉ちゃんはさ、なんで大学通ってるの？なんかしたいことあるの？私のことはいいじゃん。いつもそうだよ。お姉ちゃんは自分のことは何にも言わない。お姉ちゃんの話し相手疲れるでしょ。勝手に触らないで。ごめん。今日はいいけど、明日には帰りなよ。トイレ。ありがとうございます。私頼みましたっけ？え？いや、飲み物。ああ、いいんだよ。よくないですよ。いいよ。金銭トラブルは今後の信頼につながってきますから。いや、本当大丈夫だって。僕は勝手に買ってきただけだから。頼んでないのに？うん、頼んでないよ。頑張ってくれたから、差し入れ。頼んでない。なんかごめんね。あ、ありがとうございます。うん、はい、なんかごめんね。一日が長いですね。え？おう。どうしたの、いきなり。私も人間だからいろいろ考えます。そうだね。あのさ。山田さんどうぞ。いや、いいよ、大丈夫。小林くんから。私って向いてます？え？ハッピー教の一員としていいのかな？向いてるとか向いてないとかじゃない。人に幸せになってもらいたいっていう気持ちがあればいいんだ。そっか。僕はそう思う。なんか弱音言ってすみませんでした。うん。あ、山田さんは？え？なんか言いかけてませんでした？また今度でいいや。そうですか。じゃあ、私に先に追い飛ばしますね。うん、気をつけてね。また明日。また明
お腹ね、めっちゃ空いてる。食べてないの？なんかね、もう食べないで来ちゃった。うん、何食べようかな。東京っぽいの食べたい。なんかもう夏みたいだね。ね。全然半袖。半袖。普段さ、これ食べてるの？いつも一緒？いつもはサラダを食べて、朝はスティックパンを食べてる。スティック？あとは大学で学食を食べる。学食ってさ、安い？安いんだ。安いけど、でも量が多いから、結局、購買の、サンドイッチとか食べちゃう。ありがとう。私の話し相手疲れる？そんなことないよね。かすみ、買い物行ってくるから留守番よろしくね。ほら、いきなり大きな声出さないの。あ、はい、すいません、驚かせてしまって。大丈夫です。はい、いいんですか？なんかご用があったんじゃ。大丈夫です。私たちのことは気にせず、お先にどうぞ。あ、今日いないみたいなんで、また日を改めます。え、諦めちゃダメですよ。お手洗い中かもしれないじゃないですか。
あ、いや、あの、本当大丈夫なんで。いや、大丈夫です。いや、来ないです。どうぞ。ちょっと小林くん、ダメだから。ダメ。どうも、こんにちは。こんにちは。あれ、クロス、あ、こら死んじゃうよ。ちょっと、小林、すいません。息してるから大丈夫だよ。小林くん、目が覚めたらちゃんと謝ろうね。ただいま。え？お姉ちゃんお帰り。あ、妹さんだったんですね。お邪魔してます。ちょっと大きな声出さないで。いや、すいません、少しだけ。いや、おかしいでしょ、ここ私の家っていうか、誰この人。そのお姉ちゃん、本当に大きな声出さないで。だって帰って知らない人がこんなにいたらびっくりするでしょ。昨日会いましたよね。え、何？昨日お伺いしたものです。知ってますよ。あ、お姉ちゃんの知り合いの方だったんですか。あー、どうなんでしょう。違うでしょ。突っ込むな。てか、誰ですかこの人。お姉ちゃんの知り合いじゃないの。知り合いじゃないよ。こちらにご用があったみたいですよ。え、知り合いじゃないんですか。じゃあ、なんか業者の人かな。それにしては普通の格好してますね。じゃあ大学の友達とか。それはない。なんで。だって男友達いないもん。だあ、よかった、生きてた。まあ息はしてたからね。なんか語弊があると思うよ。いや、あの、本当もう大丈夫なんで。どうしよう。なんでこうなってんだ。山田さんと小林さんはそのハッピー教っていう宗教の信者さんってこと。はい、そうです。ハッピーハッピー。何それ。幸せになれるおまじないです。え、これを唱えると幸せになれるんですよ。へえ。ああ、バカにしてる。ああ、してないよ。疑ってるんでしょ、私たちのこと。うん。まあ、そう思われるのも無理ないですよね。はい。どうしました。トイレットペーパーがないみたい。あ、そっか、すいません。あの、持ってきました。 ありがとうございます。え、何してんの。いや、これ、どう渡そう。あ、
山田さんに頼んだら。あ、そっか、お願いします。はいはい。うわぁ、びっくりした。とりあえずね、ありがとうございます。失礼ですけども、お名前は？工藤と言います。工藤さん、小林が失礼いたしました。すみませんでした。あの、もう本当大丈夫なんで顔上げてください。はい。工藤さんは何をされてる方なんですか？大学生です。え、やっぱお姉ちゃんの友達じゃん。いや、だから違うって。友達ではないですかね。ではないというのは？花子さんと同じ大学に通っています。え？どういうこと？っていうか、なんで家の場所知ってるんですか？つけてきたんだろう。え、まさかストーカー？え？いや、違います。違う。いや、違くないでしょ。君は一体何を考えてるんだ？やっぱりあのまま仕留めておけば。ちょっと待ってくださいよ。目的は何だ？え？お姉ちゃんをストーカーした理由。だからストーカーじゃないんですよ。言い訳はいいから、はっきり話しなさい。一人だったから。ん？花子さん、ずっと一人だったから。え？僕、友達とかいなくて、いつも決まった場所でご飯食べたり勉強してたりしてたんです。でもまあ、昔からいつも一人だったんで、そういうの慣れっこなんですけど。いつだったかな、僕がいつものようにその場所に行ったら、そこに花子さんがいたんです。僕がいつも座っているところに花子さんが座っていて、たまに寂しげな顔をしながら、僕はその顔がなんか忘れられなくて、ほっとけないっていうか、なんていうか、僕と似てるなって。それから僕の日常は花子さんでいっぱいになっていきました。花子さんのことが知りたくて、帰り道後をつけたこともあります。それストーカーじゃん。僕こんな感情初めてで、どうしていいか悩んだんですけど。やめてください。勝手に人のこと知ったようにベラベラ喋って何なんですか？え？もういいです、帰ってください。いや、花子さん。お二人も帰ってください。みんな帰ってください。今日、みんなで鍋しましょう。はい。お腹空きませんか？小林さん？ああ、お腹空いてきたかも。はすみちゃんも鍋食べたいよね。ほら、工藤くんも。え？いや、ちょっと。いいじゃないですか、たまには。山田さんがおごるんで安心してください。はい、ん？
ハッピーハッピー。雨上がりましたね。うん、そうだね。なんかごめんね、付き合わせちゃって。いえ、お姉ちゃんもあんな感じだったけど、多分喜んでると思いますよ。工藤君、かっこよかったよ。え？ねえ、かすみちゃん。うん、お姉ちゃんへの愛をひしひしと感じたね。マジか。でもまあやってることストーカーだけどね。間違いない。だから違いますって。何ラーメンにする？味噌。あー、味噌いいね。工藤くんは何ラブがいい？塩。いいじゃないですか、塩で。じゃあ塩にする。さっきはすみませんでした。大丈夫ですよ。大きな声出して少しすっきりしたんじゃないですか？どうなんだろう。鍋楽しみですね。みんなで食べるご飯はより美味しいって本当なんですかね？私に聞かれても。私もそういうのあんまりしたことないんですよ。そうなんですか、意外。だからすごい楽しみです。花子さんは何をしてる時が一番楽しいですか？楽しいっていう感情がいまいちわからないっていうか。そうだな。私だったらこうやって花子さんと話してることが楽しいです。え？楽しくないですか？いや、どうなのかな。私ね、思うんです。人はみんな一人ぼっちなんじゃないかって。本当はみんな寂しいんです。でも誰かといたらそんな気持ちも吹っ飛んじゃう。私は花子さんといるから二人ぼっちだから寂しくないです。そしたらやっぱりここは花子さんに乾杯の温度。え？どうしたらいいですか？乾杯の前に何か一言あれば。ハッピーハッピー。乾杯って言わないと。あ、乾杯！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 意外と気に入ってくれたみたいですよ、山田さん。違いますよ。言葉が思いつかなかっただけです。工藤君はお酒飲まないんですか？さすがにちょっと。あれ、未成年だっけ？それが。
先週二十歳を迎えました。おめでとう。てか今年二十歳ってことはお姉ちゃんとダメじゃん。じゃあお酒飲めるね。今日くらい羽を伸ばしましょう。あ、いやでも本当あのお酒弱いんで大丈夫。いざとなったら花子さんが解放してくれるから。え、本当ですか？嫌です。ほら、みんな食べて。治り方すごかったよ。え？半分しか飲んでないのにすごくとするから。まあいいんじゃない。工藤君もお姉ちゃんと二人きりになれて嬉しいだろうし。いや、それどころじゃないと思うよ。ああ、なんかいいな。え？みんな生き生きしてるなって。ああ、私も生き生きしたーい。何言ってるんですか。かすみちゃんも生き生きしてますよ。そうかな。あ、二人はさ、付き合ってる？付き合ってないです。え、そんな食い気味で言う？え、だって付き合ってないじゃないですか。うん、そうなんだけどさ。え、付き合います？え？冗談ですよ。ちょっと待ってよ、もうびっくりした。お似合いだけどな。仕事の上司です。なんか悲しいな。山田さん、乾杯。大丈夫ですか？お茶食べよう。ご苦労様です。ああ、いや、洗い物すいませんでした。大丈夫です。楽しかったね。まあ、解放してる記憶しかないけど。本当にお姉ちゃんは素直じゃないよね。楽しかったくせに。うるさい。二人とも起きそうにありませんね。そうですね。見事にベッドを占領してる。二人とも飲みすぎなんだよ。あれ、そういえば、あれって日付合ってます？ああ、忘れてた。入った！喜びすぎでしょ。だってめったに入らないから。よかったですね。はい。じゃあ、私、そろそろ終電やばいんで。帰りますね。え、小林さん帰っちゃうの？泊まっていけばいいのに。そうしたいんですけど、明日朝早いんで。か、二人のことをお願いしてもいいですか？え、わかった。ちょっとすみません、面倒かけて。大丈夫だよ。また今度一緒にご飯食べようね。はい。それじゃあまた。うん、またね。お気をつけて。あ、明日山田さんにいつもの場所で待ってるって伝えといてもらえますか？わかりました。よろしくお願いします。それじゃおやすみなさい。おやすみなさい。あー、眠たい。シャワーは？うん、明日でいっかな。じゃあ私入るね。うん。Thank you.
キョイは疲れたな。でも楽しい。何やってるの？え、ああ、毎朝やってるやつ。変なの。あ、そうだよね。あれ、小林くんは？あ、昨日終電で帰りましたよ。そうなんだ。大丈夫ですか？え、ああ、うん、食べられちゃった。え？小林くんが暗闇に食べられちゃった。夢ですか？うん。そんな神妙にならなくても夢ですから。だよね。あ、そういえば小林さんがいつもの場所で待ってますって。行かなくちゃ。え？花子ちゃん、ありがとうね。工藤君も、かすみちゃんにもよろしく伝えといて。え、行っちゃうんですか？またお礼させて。あ、はい。あの、山田さん。え？ありがとうございました。また。うん、またね。入ると思う？ゴミ箱。ああ、ま、この距離だったら入るんじゃないかな。男の子なのにロマンがないな。
ごめん。これが入るか入らないかで今日の運勢が変わるの。そうなんだ。えい。はあ。ありがとう。昨日はごめん。ん？迷惑かけたよね。うん。ごめん。すごかったよ。ずっと吐いてた。最悪だ。いいよ。楽しかったし。え？あ、いや、あ、そういう趣味があるとかそんなんじゃないよ。あ、いや、うん。え？そろそろ帰ろっかな。あ、うん。かすみ、かすみ、工藤くん帰るよ。あ、いや、大丈夫。じゃあ、また。うん。また大学で。またね。じゃあ。みんなは？かすみが寝てる間に帰ったよ。なんで起こしてくれなかったの？起こしても起きなかったの。かすみはどうすんの？え？早く帰らないと本当に帰れなくなっちゃうよ。うん。お姉ちゃんさ、今日暇？え？
行きたいところがある。どうしたんですかね、和田さん。そんな息切らして。走ってきた。はい。頼まれてませんけど。ありがとう。私のおごりです。山田さん。え？私、明日から一緒にお仕事行けないんですよ。え？ちょっと遠くに用があって。え？何も聞いてないよ。突然ですいません。すぐ帰ってきますから。私も頑張るんで、山田さんも頑張ってください。楽しかったです。山田さんと一緒にお仕事できて。え、何それ、なんか最後みたい。ひとまず最後です。今幸せですか？そう言って山田さんは私を拾ってくれました。そうだっけ？そうです。そっか。本当に救われたんです。だから負けるわけにも。小林くん。ちょっと遠くに行くだけなのに、やっぱり寂しいですね。絶対、絶対帰ってきてよ。そう言われると帰りたくなくなっちゃうな。なんで？冗談ですよ。帰ってきたらご飯行こう。デートですか？違う。
初めて。まだ。ムービームービー。もうないからいいよ。めっちゃ怒ってる、めっちゃ怖い。かすみが入れになって撮ってあげるから。こんな感じなんだな。私はあれぐらいの乗り方でいいと思う。もったいない、使えないよ、あれぐらい、あれそうよ。一人で乗れなよ。やだよ、寂しいじゃん。私はいいよ。もうあれ、あれはあれも、あれも乗りたい。なんで、なんで観覧車だったらいいよ。まあ観覧車も乗りたいけどさ、せっかく来たんだから大きいの乗ろうよ。私の妹だから。
そんなの知ってるよ。そうだよね。またいつでもおいで。じゃあね。お姉ちゃん、ありがとう。一人目覚める朝に苦しくなってきたの、うん、一人こんな世界で今日に立ち向かえないよ。病み上がりでしょ。似合ってます？え？服。一人目覚める朝に苦しくなってきたの、一人こんな世界で今日に立ち向かえないよ。登ってゆく朝日をみんなも見てるのかな。もしもし、バイトの応募でご連絡したんですけど。忘れ物した。